皆さんこんにちは、オルカです。シャープ72ポケモン SV やってきます。ご視聴よろしくお願いします。ポケモンもシーズン22かで、レギュレーション G ですね。伝説は使えなくなったっていう、レギュレーション H、 そうですね、 H だ。前は G だったもんね。そうで、一応組んだんですけど、そう、やっぱね、海流いいですね。で、まだそのシーズンの始まりなんで、なんか1枚とかに行けてます。絶対続いたら負けまくるんで、多分最終的に8枚とかになると思うんですけど、ヒートロトム、ブレイズ、土下座、土下座だよね。どうなんだろうな、何がいいんですか。でもまあクエパトかな。クエパト初手はやっぱ強いんですよね。で、海流はマストなのかな。巨獣はどうだ、これ。ハッサムよりは、いいのかな。だよね。炎多いからな。で、言うとパルシェも、まあ、巨獣かな。まあ、とりあえず、これでいきましょう。久々ですね、ポケモン実況は。マイレビリーさん、対戦よろしくお願いします。ニットボー、これヒートロトム、守る、どうなんだろうね。ルミナコリジョンかな、積んでくるかな。まあ一回打ってみるか。積んでくるかな。あ、放電、うーまいったー話変わってくるな。となると、まあでも、どの道攻めないとしょうがないよね。裏なんだろうな。待って。ロトムいるんだよね。これ、ブレイズはいないのかな？エルレイド、まあ、とりあえず打つか。まひるかな。あ、大丈夫か。倒せた。2加速目、まひってる。土下山。土下山。バトンタッチ。ありだけど、ハサミ、違うか。っていうか、一撃必殺されたら守るはダメだから、まあ、バトンタッチ無難だよな。だよな。まあ、エスパー、まあ、何組んだろう。でも、何組んだろうな。アイアンヘッドとか考えたら、海竜のがいいかな。だよね。
だよね。うん、なんだろう、土下座か、怖っ。で、からの寺って炎のパンチぐらいの方がいいのか、今の威力だよね。寺って炎のパンチかな。でもワンパンできなそうだけど、まあいいか。ちょっとやってみよう。さて、まあワンパンは無理だろうな。うわっ、フェアリー。お、でも炎は効くよね。ん、うん、だよね。これいいんじゃない、逆に。でも勝った。土下座ある。うん、やばいかもしんない。待って、上パック、もうテラスは使えないでしょ。え、ねえ。え、土下座ってさ、鋼ですよね、多分。だよね。あー、結構きついなえ、これワンパン？あ、でも大丈夫か。あ、てか、え？あ、違うの？ん？何？格闘なの？土下座のタイプって何なんだろう？ちょっと後で調べます。待って。今、煮詰めできた。塩漬けは別に、でも8分の1ダメージ。もう一回、鉄壁の自己再生かな。あ、引っ込める。あ、でもいいかも。じゃあ、ワンチャン。あ、ここで来るかな。これ裏にクエパといるけどさ、麻痺ってて12でしょ HP。 きつ、やばいな。塩漬けしてる暇ないよね。結構きついかな。不意打ち。てか、あと草技が怖いのか。あ、聖なる、あー、それがあった。そうだ。うん、負けたくさいな。エルレイドって素早さどんぐらいなんだろうな。一旦でも守る。う、終わった。済みましたね。辻斬りか。あ、なるほど。対戦ありがとうございました。ここで一旦終わります。シャープ72ポケモン SV ご視聴ありがとうございました。あ